はいどうも、アシロチャンネルです。今日はですね、自分がいつも試合で使っている野球道具を紹介していこうかなと思います。ちょっと前の動画でバット紹介とバッティンググローブの紹介をしたんですけど、その時スパイクとか、まあ、グローブとか小物とか全然紹介してなかったんで、今日は今ちょっと試合が終わって使った状態なんですけど、いつも自分が試合で使っている野球道具紹介していこうかなと思います。この前紹介したまずバット紹介は、変わらずメガキング2ですね。ミズノのメガキング2、重さが 760g、 84cm のバットになります。バットは以前紹介したんで手短に行こうかなと思います。まあ、このイボイボが自分気に入ってまして、このグリップが結構好きなんで、グリップ力で飛ばすというメガキング2を使っております。次にバッティング手袋なんですけど、今日の試合、午前中の試合ではミズノのパワーアークのバッテを使いました。でまああと今日は使わなかったんですけど、このイチロー選手の曜日限定手袋も一応持って行ってます。バッティング手袋は今日はこれを持っていきました。とあと走塁用はアディダスの走塁用ですね。まあこれ走塁で塁出た時に牽制のバックする時とか、あとはまあスライディングでクロスプレの時とかに、まあ、指を守るという意味で、まあ、スパイクの刃とか、まあ、あとスライディングの時のこのつく手とかを、まあ、怪我の防止という意味でつけております。これはいつもポケットに入れて、ユニフォームのポケットに入れてる感じですね。でサングラスは、まあ、動画でもちょいちょい映ってると思うんですけど、このオークリーのサングラスです。でまあカラーとしては去年水色だったんですけど、今年はイエローを使っております。でまあいつもこれを試合と、まあ、撮影とかもこれをつけております。まあ、サングラスもやっぱりこの反射で結構目がやられちゃったりとか、あとは風、砂ぼこりで自分コンタクトしてるんですけど、まあ、それで目を守るって意味でもありますし、まあ一時期は花粉にも対策できたんで良かったんですけど、まあ普通にこれは目を守るという意味でサングラスで使っております。で次はアームスリーブ、去年は三ツ矢タイガーのを使ってたんですけど、今年はまあナイキを使ったり、あとはリザードスキン使ったりとか、まあ2種類ぐらいですね。でカラーは結構気分で使ってますが、右手の投げる方につけております。まあ筋肉圧迫してこのブレをなくしてくれる、筋肉のブレをなくして疲労軽減という効果があります。あといつも試合持ってってるのはグリップガードですね。ロジンをつけたりする人もいると思うんですけど、結構自分もバッテはグリップに対してギュッと止まった方がいいんで、結構もうしっかりつけて、中でこう動きたくないのでしっかりと右手で持ってっていう感じで、しっかりとロックしたいっていうのがあるので、グリップガードは持っていってます。で次はスパイクなんですけど、以前紹介したこの SSK のブロックソール、のこれを今使ってまして、最近もうシーズン始まって試合もかなり増えてきましたので、このブロックソールで疲労軽減、このブロックソールですね。あとちょっと今日持ってきてないんですけど、アディダスの金属刃のスパイクは基本的にまあ1試合の時とか土のグラウンドの硬い時とかに履いたりします。で最近これも追加しまして、全く同じものをリピートしました。色だけ変えて SSK のブロックソールのレッド、まあ、これもやっぱりリピートするぐらいいいスパイクだったんで、土を噛めるプラス疲労が軽減されるという意味でブロックソール履いております。で最後はもうこれ動画で何回も映してると思うんですけど、純系のグローブですね。まあ、これは最近セカンドっていうのもあり、群馬のチームでは基本的にセカンド、千葉のチームにも入ってるんですけど、近日動画で紹介しますが、それではサードセカンドショートぐらいですかね。まあ、メインはサードが多いんですけど、今日は群馬の試合だったんで、この純系のグローブを使ってセカンドやってまいりました。まあ、だいぶ柔らかくなって、はい、もういい感じに掴めるんで、もうちょっとしたら完璧に仕上がるかなと思います。まあ、自分結構ノックをする派なんで、一回最初片付けしたらもうあんまり揉んだりはしないんですけど、結構ノックを受けたりとか、キャッチボールとかしてるともうだいぶ柔らかくなったりとかしてきますので、まあこれは普通に試合で使っていくっていう感じですね。まあ、練習もこれでやったりはします。まああとほぼ使ってないんですけど、一応バックには入ってるという意味で、公式の時に使ってたエルボーガード、まあこれはもう軟式になってからつけてないんですけど、たまに公式の練習とか、まあ一応万が一の時、例えばピッチャーの選手が打席を立つ時とかに、まあ、ちょっと相手のピッチャーが速いピッチャーとか荒れてるピッチャーとかで、まあ、エルボーガードをつけるピッチャーもいると思うので、そういう時はまあ貸したりとか、まあ自分はほぼもう使ってないですけどね、一応まあバックには入っております。はい、というわけで本日は自分が今日の試合に持っていった道具を紹介しました。まあ、自分は結構車移動が多いので、車に荷物を積んでるので、まあバイク移動とか電車移動とは違ってちょっと荷物多めになってもまあ運べるっていうのがあるんで、まあグローブとかも 2,3 個積んだりはして試合に行ったりするんですけど、まあ大体試合で使うのは1個か2個ですかね。まあ1試合目2試合目あったらポジション変わったら変えるぐらいなんで、まあ基本的に2個ぐらいはいつも持っていくようにはしております。まあ、最近一番最近買った野球道具だとやっぱりスパイクがこの中だと新しいかなと思うんで、まあスパイクはやっぱり消耗率高いですし、まあバットとかはそんなに買ったりはしないんですけど、まあ手袋の消耗もそこまで自分は使い分けてるっていうのもあってあんまりないので、まあスパイクが一番新しく買った野球道具になりますね。というわけでまた自分がなんか道具購入しましたら動画で紹介していこうと思うんで、おすすめの道具とかおすすめの野球ギアがありましたらコメント欄で教えてください。結構自分もネットとかで探しておりますので、なんかいいのあったら Twitter でも
コメント欄でもいいんで教えてください。というわけで本日は自分が使っている野球道具の紹介でした。今日の走ろうチャンネルは以上です。えいでした。そして我々が着用する T シャツの販売を開始しました。今回は着やすいネイビーということで、ぜひ部活の練習で着てみてください。購入は動画概要欄からチェックしてみてください。はい、というわけで今月のプレゼント企画です。まずはこちら Z プロステの軟式用グローブ。こちらは西武の源田選手モデルのグローブとなります。こちらイエローのグローブを1名様にプレゼントします。続いてこちら同じく Z プロステの軟式用グローブ。こちらはさっきの色違いで今度はレッドとなります。この型番が昨年大ブレイクしました。ぜひ一度使ってみてください。こちらも同じく1名様にプレゼントします。続いてこちら店舗別注グラブの久保田スラッガー軟式用グローブ。こちらは田口スポーツの堂田さんに片付けをしてもらって1名様にプレゼントします。プレゼント企画用ということでオーソドックスな型をつけてもらいました。誰でも使えると思います。こちらも同じく1名様にプレゼントします。そして最後は皆さんご存知のトレーニング用グローブ。こちらも堂田さんに片付けをしてもらってすぐに使えるグローブとなっております。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。ゴーリーでした。